はい、こんにちは、総合監督と申します。イフトボールウィークレチャンピオンズカズ。今日もこちらのゲームを実況プレイしていきたいと思います。さあ、やってしまいました。ゲームストアでお得にプレミアムボールを買ってしまった。ということでね、今回ね、あのガチャ一周しようかなと思います。はい、こちらですね。一番上じゃない、ストライカーズ。はい、ストライカー一周することによって、このね、セレクトスキル、持ち選手を確定することができるって、めちゃめちゃ噛んでしまってるわ。まあ確定させることができるということでね、まあ、これはちょっと抗えなかった。何度も悩んだんですけれどもね、まあ、今回これ引いちゃおうかということでね、はい、ちょっと一応ね、内容だけ見ていきたいと思います。どんな内容の選手が入っているのか、見ていきましょう。はい、こっちじゃないな。ちょっと待てよ。はい、ここですね。まあ、とりあえず、この6選手ですよね。で、必要なところ、ハーランド、ここはもちろん欲しいです。もうこのセンターフォワードを手に入れれば、今後何年も、うちのセンターフォワードの核となる選手になるであろうというね、ところです。めっちゃ欲しいです。ジュード・ベリンガム、ここも欲しいです。まあ、センターフォワードではないというのでもありますけれども、まあ、オフェンシブミッドフィルダーで、このね、ちょっとね、シュートに特化した能力、かなりいいんじゃないかなと思います。ここは、ここをね、まあ、レジェンドに頼らなくて良くなるというのは、本当にいいんじゃないかなと。ビンガム、ここも欲しいです。ハリー・ケイン。もうここはね、つくセンス次第なんですけれども、結構10枚ぐらい、一応グローリー持ってるんで、まあ、なんとかこのシュートスキルついて、まあでもパワフルヘッダーついてますからね。現在まだパワフルヘッダー僕持ってませんから、めっちゃ欲しいです、ハリー・ケイン。ここも手に入れたい。ラウタロ・マルティネス。ここはちょっと微妙なんですよね、ラウタロ。多分ここを獲得したら使わんのちゃうかなっていうのはあります、正直。ちょっと微妙なところ。引いちゃうと、本当になんていうかな、もう難しいな、これは。引くと嬉しいような気もするけれども、必須級じゃないんで、どうなんかなってところですよね。反応に困りますね、ここはね。エンバペ。めっちゃ欲しいです。ここも欲しいです。もうここ手に入れたら、本意ではないけれども、右のウィングをやらせよう。うん。そんな感じです。ゴールデンストライカー、スプリントスター。はい。新しいスキルもついてます。まあ、ソニックレールをそしてつけようかなと思ってます。で、ドリブルスキル強化 A なのもね、いいですよね。このボーナスセンスがね。レバンドフスキー。ここはマジでいらんねん。マジでいらんねん、ここ。今、レバーキラで持ってるけど、やっぱカスタムセンスついてる方がええもんな。で、現在僕が使ってるレバーは、顔面センスついてないんですよ。シュートセンスついてないんで、かなり厳しいものがあります。なので、レバーは当てちゃうと、なんだろうな、もう本当にチャブ台返さないといけないなっていうような感じになってます。はい。ということで、今回、このね、ストライカーガチャ、一周しましょう。この一周するっていうのはなかなか珍しいんですよ。もう本当に課金に踏み切ったのもなかなかね、今までにはないことでございます。ということで、早速行きましょう。さあ、3回目からのスタートとなります。さあ、でも道中で僕はね、どっかね、誰か出るんちゃうかなってね、思ってるんですよ。道中で、さすがになんか、カスタムセンス持ち誰か出て、で、セレクト確定のところで、セレクトの選手。まあ、エンバペが出るんじゃないかなっていうのはね、一応そんな風に予定はしてます。はい。まあ、この動画の予定ですね。まあ、この予定はどうなるかは正直わかりません。ただ、そうなるんじゃないかなって勝手に思ってます。はい。ということで、最初はこのね、誰だ？カラスコか。幸先悪いな、ほんと。全員打っちまえ。全員打っちまおう。これはなかったことにしよう。全員打ってしまってな。OK。こういうの大事よ。では4回目。ここは一応確定ですね。今回のピックアップ確定。はい、金旗が舞いました。ありがとうございます。今回かもしれないな。あの奇跡を目の当たりにするのは今回かもしれない。さあ、何枚抜ける？ 1 枚か ?1 枚か ?1 枚だー。まあ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 、1枚でもいいね。1枚でもカスタムさえ来てくれたらそれでいいのよ。そういうところでお願いしますよ。さあ、飛ばしたいな、この辺。どうでもいいところ。誰もいらんわな、今まで出てんの。雑把コスター。昔、バスターこれでちょっと欲しかった選手ですね。そして、わからない。ラミですか。さあ、上がり幅はそこまで高くないか？うわー、セルローとか。これはなー、ラリーガで、得点ランキング2。で、後半戦のマドリー戦、最後から2、
2試合目やったかな。で、なんかね、4-0 か 3-0 か忘れましたけど、マドリーが勝ってるところからね、そこからなんか4点か5点かぐらいぶち込まれて、引き分けに持ち込まれたんですよね、これ、アレクサンダー・セルロート。うん、ポストプレイヤー、タワーヘッダー、いらない。いらねえな、これ。なんだ、そのスキル構成。セルロートってなんか持ってた気するけどな、まあまあ、ええわ。なんかあの、何やったっけな、何かできた。もう忘れた。もういいわ。行こう、次。さあ、プラインプレイヤーズね。はい、プラインプレイヤーズで一回来て獲得した気はする。でも捨てたかな。もう忘れてもうたわ。あかん、これ。まあまあいいわ。ここはまあ仕方がない。もうしゃあないな。キスは捨てよ、キスは。くすよ。最後の10連目でもう誰かが来ればいいわ。で、正直今回のやつは、セレクト確定っていうのだけで引いてますからね。ほんまは、引かんとこかなと思ってんけど、ここはなぁ、じゃ次の多分ね、プレイメーカーかな、何が来るか分からんけど、何が来るか分からんけど、おそらく来ると思われるのがプレイメーカーで、プレイメーカーは多分引かない可能性が高いんで、っていうのもまあね、動画自体出せないんで、ね、その期間ちょっとね、はい、ということで、次6回目、まあ、ここはね、金旗待ってほしいです。お願いします。あかんか、赤か。まあ、ええわ。道中で出えへんかもしれんな。なんかちょっと弱気になってきたわ。弱気になったらあかんけどな。すでに強気でいきたいところやけれども、赤旗が待ってる時点でちょっとな。うん。まあ、赤でも逆転はすんねんけど、今までなんか、記憶に残ることあんまりなかったもんな。微妙な感じの上がり幅。うわ、ここでストライカーやで。うざいな。スウィデール。わからへん。読まれへん。さあ、ああ、微妙や。やっぱり上がり幅も微妙。ストライカーでもない。かー、捨てよ。いらん。ここだけ必要やな。置いとくわ。5センスとかもいらん。このストライカーは置いとくわ。イベントの特攻ですからね。あれ、誰打ったん？演奏フェルなんですか？もう、ええわ、演奏の方が。次。7連目。ちょっと待ってな。これ、どこまで行ってもあれなん？奇数は、うわ、鬱陶しいな。どこまで行っても奇数は鬱陶しいんやな。まあ、ええわ。オッケー。次行こう。さあ。まあ、どうせまたあれなんでしょ？星4とか、あ、引かなかったよかった。でもまあ、引けるかな。30% やからな、確かな。でも、こういう 30% を外し続けて、最後の、セレクト 30%？ あ、カスタムが 30% か。カスタム 30% の方でその 30% を引けた方がね、そっちの方がありがたいもんな、絶対に。さあ、お、星5になった。こんなところでいらんうん使わんでええぞ。誰や、ホルダー。そして、11連目は、曲がり幅も微妙やし、ストライカーでもないしな。ガクポさん。はい、売りましょう。とにかく売ろう。ガクポさん、スペシャル枠ってないね。売っとしな。ここのスペシャル枠。まあまあ、でもこれちょっとね、途中で、なんか枠増やしに行かなあかんで、良くなったんがめっちゃいいところやな。さあ、8連目。ここでこんかったらもう最後の10連目でしかないわな。でも、こういうところで引けんときって、大概10連目もなんかポシャることない。僕はいつもなんかそんな気しますよね。さあ、なんか今、あれちょっと変わった演出来たか？キラの演出やった？そうでもない？わからん、ちょっと飛ばしてしまったわ。あ、そうか、何枚かも見てないわ。どんだけあれやねん。どんだけ悪いね、引き方。OK。ベルグ。そして、わからん。10連目。まあ、1枚やね。はい。さあ、何が引けるのか。結構上がってんね、結構。結構上がってる。あー、ハフェルツか。笑顔は綺麗やけれどもな。ハフェルツはマジでいらんな、でもな。カイ・ハフェルツ。ライジングシュート、スペクタクルドリブル。めっちゃポジションできるやん。でも、どうせ使うんやったら、使うことはないわな、これはな。そのうち、ワンチャン、なあ、ブラ、これ、ドイツ代表やもんな。ワンチャン来年度の、なんかカスタムとかになる可能性も、ないことはないからな。ハフェルツ。なんかでも、アーセナルでの入団発表の時に、なんかなんだあれ、リフティングがなんか、下手くそすぎて、だいぶ慣れたけどな。なんかこいつダメなんじゃねえと思ってしまったわ。オッケー。さあ、もうダメだ。9回目だ。道中で出る作戦大失敗や。最後の最後でもう、あれ引かなあかんやって思うたな。1万円って儚いな、ほんま。750プレミアムボールやで。3回しか回さへんで。それにまあ、溜まった1200合わせて2000にしたんやけれども。いやー、儚いなー。なんか、
3回しかできん1万円って、なんかちょっとな、価値がないような気もするもんな。渋沢栄吉87。さあ10連目、星5な。何引いたの？銀旗やった。銀旗というか銀玉か。おい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 、まずいぞこの展開。全部売れ売れ売れ、いらんよな多分。あんま見てなかったけど、多分必要なところはない。さあということで、もうあっという間に10連になりました。何も来なかった道中でも、最後の最後で引けたらそれでいい。さあスペシャル枠、セレクトスキル所持、星5ピックアップ選手カードが確定。これは確定ね。でカスタム選手所持、星5ピックアップ選手カードが出現率 30%。 参りましょう。さあ金旗が待って2枚ぐらい抜いてくれんか、ということでいきましょうか。さあまあこれはもうさらっとな、まあ、最低エンバーって来てくれ。もうレバーか知らん、まあ、レバーかレビーか知らんけどな、どっちかが来たらもうあかんわ。どっちかじゃない、どっちも一緒や、レバーもレビーも。あいつあれだけが来たらちょっとな、マジで1万円捨てたことになります。これだけは本当にもったいない。どこまで行っても1万円ってすごい金額よね。まあ、なんかパチンコとかパチスロとか言ったら一瞬やけどな。さあ9連目10連目はこんなもんか。さあ行こうか。下一桁が7とか出たら多分いいはずやん。で5やったらあかんと思う。5か6か、6でもなんかあかん気するよな。もう7出てくれ、とにかく7や。もうさ、結局なんかえぐい感じやな。うわぁ、こっから逆転ない？ 6 あかんかったんか。うわぁ、何もなかった。こっちの方がスキルコースはいいんやろな多分な。ゴールデンストライカー、異次元シュート、ジャンピングボレーシュート。でもこいつに顔面センスがついてないねん。あー痛すぎるな。落としどころってやつか、これが。花見さん、花見さん